こんにちは。今回はこちらです。新城の純米吟醸袋釣り生原酒濁りです。醸造元は茨城県は桜川市村井醸造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は山田錦。精米場合は 60%。アルコール度数は17から18度というふうになっています。こうですね。いつも通り海鮮と見せかけて、もうすでに開けてですね、ちょっといただいちゃってるんですね。先日実家に帰った際に、ちょっと行ったところの酒屋さんで購入したんですけど、待ちきれず開けちゃったんですね。また濁りなんで、少し振ってからいただきましょうね。ちょっと見づらいかもわからないですけどね、彫りが綺麗に混ざっています。では回線していきます。綺麗な乳白色ですね。グラスに注いだ状態になりました。いや、綺麗な乳白色ですね。一口に濁りといっても結構その濃さに差があったりすると思うんですけど、これは割とクリアに近いですかね。新城はご視聴いただいている方から教えていただいたお酒で、実際に蔵元さんのところも中まで見させていただいたんですけれども、いいですね。新しいこう茨城の人気銘柄になるんじゃないですかね。いつも通り順に報告します。まずは香りから。濁り特有の乳酸飲料を彷彿とするようなとても良い香り、いいですね。これから暑くなってくるんで、こういう爽やかな感じがいいですよね。実際に口に含みます。口に含んでの第一感は濁りなのにすっきりですね。もともと濁りって酸味が結構高くて爽やかなもの多いと思うんですけれども、こちらに関しては結構ドライ感も高いんで、よりキレがあるというか、すっきりした感じが強いですね。 いいですね。香りもいいんですよね。冒頭でお伝えしたように乳酸飲料を彷彿とするような特有な香りなんですけれども、ちょっとねフルーティー感もあるんですよね。味わいの濃淡のところでいくと、やや濃いめかなって思いますね。しっかりした飲み応えをもたらしてくれますね。濁りにして粘性もそこまで高くないですね。とにかくキレがあります。これから暖かくなって夏に向かっていくのに本当にぴったりだと思いますね。といったところです。お酒自体のレビューは以上とさせていただきます。よろしければ引き続き Vlog 的なものをですね、ご覧いただければと思います。こんにちは。今日は4月の25日月曜日です。すごい晴れなんですよね。結構暑くて、これだけ暑いんで今日は帰ったら爽やかなお酒を飲みたいですね。ちょうど新城の濁りがあるんで、それをいただきたいと思います。野菜が食べたいなと思って、この和風野菜ミックスっていう冷食ですね、購入してきたんですけど、これいいですよ。一人暮らしだと野菜を一つ一つ買ってくると、なかなか使い切れなくて無理やり使うとかダメにしちゃうっていうことがまあまあ起こりがちなんですけどね、これだとちょうどいいですね。食事2回分ぐらいでちょうど食べきれますね。グツグツいってきた。もうちょっと綺麗に切ればよかったんですけど、冷凍のまま突っ込んで作れる筑前煮のレシピが載ってるんですよね。指定された調味料をボンボン入れてですね、なんか美味しそうになってきましたね。今回はですね、根気よく煮詰めて、なるべくこの煮汁がほとんどなくなった状態まで我慢しなければなりません。15、6分ぐらい煮詰めたんですけどね、今回は煮汁を飛ばすのを諦めました。これでも美味しそうですからね。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日は新城ですね。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。今日は新城ですね。お料理してて時間が経っちゃったんで今振り直したんですけど、
いい具合に濁ってますね。ちょっといただいていいですかね。すいませんね。今日もお疲れ様でした。美味しいですね。今日は東京は25度近くまで上がったんですかね。結構暑くて、もう昼間からこれのことばっかり考えてましたね。濁りでもいろいろあるじゃないですか。結構ドロドロのタイプと、今回みたいにスッキリしたタイプですよね。やっぱり夏場はこういうスッキリしたものがいいですかね。あ、まだ夏ではないんですけれども。それからお料理ですね。結構登場頻度が高いんですけどね。筑前煮ですね。こんな感じで。冷食の野菜をそのまま、凍ったまま使えるんで、非常に手軽なんで、しょっちゅうしょっちゅうやってますね。まあ、2、30分立ちっぱになっちゃうのはなかなかしんどいとこですけどね。いただきますね。人参さんからかな。なんかね、無性に野菜が食べたかったんですよね。サラダじゃなくて、こういう、煮物ですとかね、ちょっとあったかいものが食べたかったんで。でも、鶏肉も食べちゃいましょう。ちょっと鶏肉が大きかったですけどね、美味しいですね。我ながら、よくできました。今日の出来事的な話でいくと、ゴールデンウィーク中の旅行についてようやく決められました。一応新幹線と宿だけは取ってたんですけど、その後のこう細かい工程ですよね。そういったものを通勤中のこう電車の行き帰りで一生懸命考えてたんですけど、30日から群馬とですね、それから翌日に長野まで足を伸ばして、一泊なんで結構タイトなんですけど、行ってみたいと思いますよ。皆さんもゴールデンウィークはどこかお出かけになりますかね。ようやくこうウィズコロナ的になってるじゃないですか。まあ、お出かけしてもそんなに批判されそうとかっていうのはなくなったかなって思いますんで、私の場合ソロ旅なんでね、もともとそんなにこう批判を受けるような行動っていうのも起こりにくいのかなと思うんですけど、ご視聴いただいてる方だとご家族もねいらっしゃったりするケースも多いと思いますんで、それで去年もね同じような話したんですけどね、私の会社の場合ゴールデンウィーク中も事業所は動いてるんですね。それでただ全ての社員が参加っていうことじゃなくて、まあ、持ち回り的な感じですね。で、おじさまはどこが出勤可能ですかっていうふうに聞かれたので、どっちかに偏る感じだったらいいかなと思って、前半と後半ですね。それで4月の最初29、30、それから5月の4、5っていうのを、OK ですよって言ったんですね。まあそしたら普通はどっちかだけになるかなって思うじゃないですか。そしたら謎に前半29日1日だけ出て、でそこからまあ休みで5月の4号も出てくださいと。まあ自分でね、OK にしたんでしょうがないんですけどね。どうなんですかね。やっぱりこう自分の意思をしっかり表示して、いや、ゴールデンウィークは絶対出ないですっていう人がきっとたくさんいたっていうことですよね。じゃなきゃ、社員の数からしても私が3日も出る意味がよくわからないので、いや、なんか愚痴っぽいですね。すいませんね。仕事は好きなんで、まあ、最悪もっと兼務になっちゃったとしても別にいいんですけど、まあ、最低限旅行だけね、連休が取れればそれでいいので、皆様にも楽しいゴールデンウィークが訪れますように。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。